来ましたよ、宮近さんです。似合うね、こういうスポットが。めっちゃ相変わらず可愛いです。これ鮎の形にしたんだ。そうそうそう、今日は魚が大好きなベイちゃんに鮎をグッズをするからね。食べてくれるといいけどね。ねえ、お決まりになりましたらまたお声かけください。はい、すごい景色がいいね。大自然だね。すごい景色です。今日注文したのは宮近御膳世界農業遺産認定記念フルコースです。市場では高値で取引されている天然鮎を自信を持って低価格でご提供しています。だって低価格、低価格なのかなこれ。でも鮎がスーパーの鮎とは違うだろうね。新鮮さが違うんじゃない。じゃあ甘露煮で。はい、番茶用素焼きなんですけど、はい、少々時間かかるんですけど、はい、よろしいですか。はい、美味しそうだね。美味しそうだね、ベイちゃん。ベイちゃんが奥には魚嫌いでしょ。ベイちゃん魚嫌いだから。すごいね、アユ三昧、最高だね。どうですか、パパさん。美味しい。本当、うん、初めてだ。何が、アユ？こういうとこで。本当、美味しいね、やっぱりアユは。あとで川で遊んでいこうか。あ、いいね。遊べるの？行けるの？あのとこで。ここに書いてある。危険です。川が透き通って綺麗だ。ねえ、こんな遠くからでも下の石が見えるもんね。アユが泳いどるの見える。うそ。めちゃくちゃなこと言った。ベイちゃんなんかあれだね、魚ばっかりだからさ、欲しいって言わんねん。うん。鶏の胸肉専門店連れてって。鶏の胸肉専門店。顔しないのベイちゃん。何その顔。気づくりになっておるので。はい、動いてる。あ、口口が動いた。人工呼吸。あ、嫌だ。動いた動いた。うわ、アユの刺身。アユの刺身だよ。パパさんどうですか。ブリブリだね。ブリブリだね。美味しい。あ、なんか来たよ。おお、こちらがワンちゃん用の素焼き。おお、すごい。ワンちゃん用の素焼き。欲しがらない。はーい。さあ、ベリちゃん。ちょベリちゃん。ちょっとね、これね、食べない可能性があるから。食べ方は俺食べるで。いやだ、私も食べたいんだけど。ちっちゃくベリーの食べやすいように。あ、そうだね。ベリーじゃ全く欲しがる様子がないんだけど。わからんよ、食べたら何これってなるかも。本当？とりあえずこれちょっと細かく切ったから少しベリーちゃんにあげてみて。はい、ベリー食べるかな。座り。見てみます。そうだよ、そうだよ。食べた。ちょっと食べた。魚嫌いなのに食べた。すごいじゃん。あんまりっす。あんまり。でも食べたね、一口は。一口だけ。もっとちょうだいって言ってない？言ってない。言ってないって。なんじゃこれ。これ。頑張れ。食べてくれ。はい、こっちだったら。こっちだったら、ほら。え、で、アユは？アユは？はい。あらららら、嘘でしょ。じゃあこれ俺が食べる。やっぱり、俺が食べる。最悪だ。食べていいよ。食べていいよ。ベイちゃん食べてくれない？いらんて。ん？食べてる。ちょっと手であげてみて。食べるかもしれない。いらんて。うん、どっち？
いやなんて。もう向こう向いちゃった。やっぱりって感じだね。僕はやっぱり魚だめよね。あゆ食べれんかったけど食べられた。すごいねあれね。次は何だったっけ。うだつの上がる街並みに行ってみよう。行ってみよう。次来るんだったら焼肉かあゆかどっちがいいですか。焼肉。もうパパとベルちゃんそっくりだね。さっきのボートの人だ。あー本当だ。さあうだつの上がる街並みです。ベルちゃんこういうさのが好きなんじゃない。エアガビに乗って散歩散歩する。楽しそうだもん。もしベルちゃんエアガビに乗って散歩するかも。めりちゃん、めりちゃん、あー、めりちゃん、あ、見てくれた。あ、そういうこと。馬つなぎ石。昔、馬車の馬をつなぎ止めておいた石。ベリつなぎ。ベリつなぎ石。めりちゃん、いろいろ経験するとね。何の経験。馬の気持ちが分かったやつだ。え、分かった。そうだ、あれがあちらこちらに設置したと。すごい。1時間1000円だって。ベイちゃんがいるから無理だね。ハッパスタンドさん、ワンちゃんと入ります。これを着れば店員さんと一緒。本当だね。ワンちゃん便利はないですね多分。ないですよね。え、なんかチョコレートの盛り合わせみたいなのなかったの。あれは秋冬限定です。あ、嘘。アイスクリームです。あ、今アイスクリームなの。はい、これは季節の上の和菓子は練り切りの和菓子です。イメージはこういった感じですね。ちょっと変わります。ああ、はい、それ好きなやつじゃん。本当だね。じゃあこの和菓子、はい、と肉肉って。あゆこっち。カフェラテのカポヌキと。はい。あ、ありがとうございます。こちらの和菓子は大垣市にある金町園。うん。ところの、そちらがトリックアトリートっていう、あーはいはい、あのハロウィンだから。はい、そうです。え、違うんだ。ハロウィンパーティーっていう名前の和菓子です。うんうん、10月いっぱいだけの時間。あ、なるほど。僕はない。僕は鶏肉です。はい、抹茶ラテがすごい美味しい。僕はあの…うわ、いじまくじゃん、これ食べる。はい。YouTube やってます。チャンネル名は。チャンネル名は大きなトイプードルのベリーです。ありがとうって。ね、ありがとうって。可愛い顔して。人が大好きで、こう可愛がってもらうのがもうすごい幸せなんだよね。下を下ろすと猫みたいにする。ちゃんと触り方がわさわさ舐め回すよ。やったー、みーちゃんよかったね、来た甲斐があったね。ここのカットすごい。あ、ありがとうございます。こだわりですかこれ。あの、アフロカットって言うのね。ありがとうって。もっと触れば。ちょん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 で。嬉しいね。また見てね。ありがとうって。チョコレートが食べたかったね。またその時期に。そうだね。はい、もうすぐなんで。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こんな高いジュースがあるんだ。1本500円のジュースがあるみたいです。それを買ってみるの？CBD 次世代飲料。そうでしょ？
これで500円すごいよね。このパッケージもさ500円に見えやん。俺もうけむちゃくちゃ言ってる。これ何に効くんだろうね。すごい気になるね。ちょっと味教えてね、その500円の缶ジュース。新しい世界に行ってるよ。新しい世界に行ってるらしいです。どれくらいのかな。その前にさ、すごく気になることがあるんだけど、それを一口先に私に伸ばしてくれない。なんか甘くない、全然。何が入ってんのそれ。元気が出るようなもの、何も入ってない。やばくない。肌にいいんじゃない。パパさん、CBD をちょっと調べてくれたみたいです。ストレス緩和やリラックス効果が得られる大麻草の由来の成分です。大麻と聞いて、少しギュッとした、ギョッとって書いてあるよね。ギョッとした方もいられるのでないしょ。ご安心ください。大麻といっても CBD は大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出製造された成分で、大麻取締法上の大麻には該当しませんって書いてあるじゃん。加えてストレス解消や何かある、まあ、運転中だから見えません。そういうこと。そういうこと。ちゃんとあるんだね、そういう商品が。リラックス効果は得られたの。リラックスしてるんで分からん。よく言う。めいちゃん疲れたね。めいちゃん今日ストレス溜まったんじゃん。やだ、今度は肉だね。